はい。めたいの、はいえー、この度、参政党で一議席取ることができまして、えー、私が代表で国政に行くことになりました。本当に、えー、党員の皆さん、四十五人の候補者の皆さん、ありがとうございました。ただ私個人的なことを言いますと。 事務局長としてですね何としても複数議席を取らなければいけないという責任を負っておりましたので、一議席にとどまってしまったことはですね。非常に重く受け止めております。我々はいろんなことをですね。これが進めていかないといけないんですが、まあ、それをできれば3人ぐらいで前に進めたいという風うな強い思いで訴えてきたんですけどもまあ、それは届かずということで。まあその重責を明日からう今日からですね。 1一人で担っていくというのは非常に重たいものがありますが、約束したことをしっかりと形にするという党だというふうに約束してきましたので、はい、それをしっかりと果たしていきたいというふうに思っております参政党の強みは、やはり本当にバックがないということだと思いますので、まあ、発言にタブーもありませんし、何かを気にしながら活動しなければいけないということではなくて、本当に党員や国民の皆さんの声を聞いてです、ね、それをストレートで、直球で、 国政の場に持っていけるということが強みだと思います。逆に弱みはですね。やはりあの今回も票が十分に取りきれなかったということで、やっぱり選挙慣れしてない、えー、政治の経験者が少ないということで、まあ、この経験値をですね。これから地方を中心にですね。高めていくということが大きな課題だなという風うに思っております。はい、憲法は改正すべきと。 いうふうにずっと訴えてきましたので、はい憲法を変えることについては、はい私たちも賛成するということですが、その内容についてですね、はいそれはわれわれはもう1回ゼロベースで、国民の、そして党員の議論を経てということですので、その議論に関しては、ですねもうこれ1議席、1議席取りましたので、はい今後、計画的に進めていかなければいけないというふうに思っております。まず一つ目、教育に関しましては、はい教育の自由化ということでわれわれ言っておりまして、はい 今まで以上にフリースクールなどを設立しやすくしてです、ねはいえー、子どもや保護者の学校の選択肢を増やしていきたいというのが、教育に関して一番力を入れたいと思います。2、えー、つ目、食と健康については、えー、食品のです、ねえー、使用制限ですね、はいあの、例えば添加物ですとか、農薬ですとか、我々の口に入るもの、えー、本当にたくさんの薬品を日本では使用が認められていますので、この使用制限をです、ね、しっかり法規制で、えー、やっていくと。 とといいうううここをやっっててに思おります国守りにつきましては、やはり今回の選挙の国民の関心が高かった経済ですね、はい、この経済が今、あの弱っていることで、多くのものが買われていってしまう、そして社会資本が買われていくと、ですね日本全体の生産能力が落ちます、供給能力が落ちますね、はい、それを絶対落とさないように、はい、国民、そして企業のですね、 はい、お金の周りをもっと良くしていく、そういった政策をですね、他党の方々とも連携しながら、訴ええてていいこうというとうに考えております実は YouTube、TikTok っていうのは、ほぼ我々がやったことではなくて、党員ですとか、本当に民間の YouTuber の方々がです、ね、党員じゃない YouTuber の方々があの、それぞれ任意に工夫してやってくださったということがありまして、まあ、YouTube だけは私たちの番組でもあの、党本部でもやってるんですが。 いかんせん私たちコロナのこととか言いますとです、ね、YouTube 側にこう番組消されるんですね、はい、そのリスクを我々取れなかったので、はい、自分たちではあ,のあんまりやらなかったというのが正直なところでして、はい、TikTok は私たち全くやってませんので、はい、それも、まああのまあ、拡散してくださいとお願いはしましたけれども、それを工夫してやっていただいたのは、もう本当に皆さんの思いですね、はい、だからそこに助けられたということありまして。 まああのそれがまあ次も通用するのかどうかというのは検証しないといけませんが、まあ、今回、ネットでうまく広がったとっいうのはです、ね、われわれの思いにまあそういった支援をしてくださる方々が答えてくださったというのが正直なところですまあ初めて国政に挑戦した政党としては、非常に大きな成果を上げることができたと思います。またあの我々あの民主主義の在り方もここ、ね、これから変えていこうといううととで いや新しく結党した政党でもありますのでですね。まあ、とりあえず神谷総兵を国政に送り込むことができましたけれども、これから国政政党としてですね、尚且つ民主主義の発展とですね、それと色い々ろいろな政策も我々提案していますので、その実現に邁進していきたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。後ろにですね、圧力団体ですとかあ宗教団体とか。 支援団体,団体が全くない、全くの市民型の新しい未来型の政党が誕生して、そしてこれが国政政党になったという意義は、極めて大きいと思います。あの党の特徴がですね 1あの一つにはまあ国民が本当にゼロから手作りで作ったということとあともう1つはあの日本で初めてできた反グローバルの政党だということですのでまあそういった意味ではですねあの世界の,あの愛国者の人たちがですね我々の動きを今後あの見てくれるでしょうしまた私たちはですねそういった世界中の愛国者の人たちとですね連携してグローバル全体主義というものに対して国益ああを守っていきたいなという。 思いはあの変わりません。